平田達一郎は、日本の政治家、通産官僚、元衆議院議員、薬丸寺県立県商会顧問鹿児島県出身、東京教育大学附属駒場高等学校卒業。1965年、東京大学工学部卒業、通商産業省に入省。1981年4月18日、 駿河原子力発電所1号機内の一般排水路から放射性物質漏洩事故が発生。日本原子力発電株式会社による事故隠しが社会問題になるが、この時平田は原子力発電運転管理課長として事故に対処した。資源エネルギー庁技術課長、新産業技術研究所長などを歴任。日本の原発推進におけるキーマンであったと言われる。 1986年7月の第38回衆議院議員総選挙の旧鹿児島1区に無所属で立候補し落選。1990年2月の第39回衆議院議員総選挙の旧鹿児島2区において自民党は現職の小里貞俊氏と有馬元春のほか平田にも公認を出した。同選挙では平田は初当選。有馬は時点で落選し、 政界を引退した。1993年6月の第40回衆議院議員総選挙でも自民党は小里と平田のほか元建設官僚の松下忠宏の3人に公認を出した。平田は時点で落選。1996年10月の第41回衆議院議員総選挙に鹿児島3区から新進党公認で立候補するも 松下忠宏に敗れ落選した。平田達一郎は、薩摩藩画廊家の当主でもある。先祖は、平田淳亭。また同じく、薩摩藩画廊、図書広里の家から、明治時代に嫁をもらっており、図書広里の女系七代目子孫でもある。ありがとうございます。